ディールス・アルダー反応とは、共薬自炎に、アルケンが付加して6因間構造を生じる有機化学、反応であり、4プラスに感情付加とも言われる。1928年に、ドイツの科学者、オットー・ディールスとクルト・アルダーによって発見された、自炎合成とも呼ばれる。ペリ感情反応のうち、付加感化反応の一つ、 ディールスワルダー反応の最も単純な例として、エチレント1、サンブタジエンの反応を挙げる。ディールスワルダー反応について考えるとき、協約ジエンに対して反応するアルケンのことを、ジエノファイルと呼ぶ。この反応の機構は、フロンティア軌道理論や、ウッドワード・ホフマン則によって説明される。すなわち協約ジエンの最高比占い軌道と、 ジエノファイルの最低空軌道の間の相互作用によって二つのシグマ結合がそれぞれの分子の倍軌道面の同じ側で競争的に生成する反応である。それゆえ、共協約自演にホモのエネルギー順位を上昇させる電子共有性もと、ジエノファイルにルモのエネルギー順位を低下させる電子吸引き性もが置換している場合に二つの軌道の相互作用が より大きくなり、反応が加速される。それとは全く逆に、強薬自炎に強力な電子吸引性元自ジエノファイルに強力な電子供与性元がついている場合も反応が加速される。この場合には、強薬自炎のルモとジエノファイルの炎の相互作用で、反応が進行していると考えられ、逆電子陽性型、ディールスワルダー反応という、 またディールスアルダー反応は熱によって反応が進行するが、光によっては進行しない。図を用いて説明すると、規定状態では、共弱自演のホモは π2 軌道であるが、ホモの電子が光によって冷気すると冷気状態では、ホモの軌道が π3 軌道となるため、ジエのファイルのルモとの軌道の重なりがなくなるので相互、作用しなくなるからである。 強薬自ンの1位と4位に,に痴漢器があり、ジエノファイルにも、痴漢器がある場合のディールスワルダー反応では、複数の生成物が考えられ、速度論的支配の遠動負荷体と、熱力学的支配のエクソ負荷体が存在する。この場合の生成物の立体選択性は、遠動速によって説明される。例えば、シクロペンタジンとカルボニル元などのパイ電子のある痴漢器を持つ。 ジエノファイルとの反応の場合、この時間期のパイ軌道と、強ジエ元のパイ軌道との重なりによる二次、軌道相互作用により、エンドオフ化体が優先的に生成する。しかし立体的な影響を大きく受けるため、反応気質によっては、エクソフ過体が優先することもある。特に分子内、ディールスワルダー反応では、コンフォーメーションの自由度が低いために、 遠度速が成立しない場合が多い。また、強薬自炎と自炎のファイルの反応に関与する6つの原子の中に、ヘテロ原子を含む場合に起こる、この反応は、特に、ヘテロディールスワルダー反応と呼ばれる。ディールスワルダー反応は生物における反応でも、最近になって、数種類知られるようになった。そのうち、マクロフォミン3合成酵素で、 反応機構が詳細に調べられている。ただしこの反応機構については、異論もある。また、人工構素を用いる試みも行われている。温度が200度以上の場合、感情化合物が形成されなくなり、できた化合物は元の反応物に戻る。これは、この反応の逆だから、レトロディールスアルダー反応という。ありがとうございます。